機動車両とも営業線の仕様になっているということで、一層とですね、乗り心地の、まあ、安定性というものが良くなったなと、このように思っています。まあ、こういう中から将来の500キロの安定走行につながっていくんだろうと思います。